タモリさんスタイルで配信させていただきたいと思います。すみませんあとはちょっとメイクもできない状態なので、マネージャーさんとも相談して、メガネでっていうことで配信させていただいてます。すいません。こんばんは。すみません、ちょっとみんなが来るまで待ちたいと思います。よいしょ。ちょっとね、外してもいいんだけど、ちょっとねそんなにわかんないかな、あんまり。あ、でもちょっとわかっ、これは普通のゾフで買ったサングラスなんですけど、はい、もうちょっとしたら喋ろうかな。今ちょうど目薬をさして、唇かわいい唇さ、今日カッサカサで、メイクしてないとすごい、やっぱすごい、なんかリップ塗らないとね、カサカサでやばいです。目がね、この今なんて言おうとしたっけ、充血もすごいんですけど、腫れがすごくて、目薬さすとね、めっちゃ痛いっていう、ちょっと待って。で、もうちょっと明るい方がいいんだろうけど、なんか明るすぎると真っ赤なのが分かりすぎて、ちょっと暗い中配信しております。はい、これはね、北海道に帰ってなったんじゃなくて、メール読んでる人はわかると思うんですけど私1週間以上前から目が痒いって言ってて、ちょっと待って、鼻水かみたいかも。ちょっと一瞬お待ちください。1週間前から痒くて、まあでも市販の目薬ですぐ治ってたので平気かなと思ってたんですけど、いつもね午後ぐらいになると腫れが引いてたんですけど、午後になっても夜になっても引かなくて、おかしいなと思ったらどんどん悪化していってですね。はい、ということで皆さんすいません、こんな感じになっちゃったんですけど、今日ソロ公演をさせていただく予定だったんですけど、約8ヶ月ぶりですかね、いろいろ落ち着いてソロ公演させていただく予定だったんですけど、ちょっと眼科の先生と相談したところ、本当にかなり時間がかかる大きい腫れが出てる結膜炎なので、もうしばらく無理ですっていう風に言われてお休みすることになってしまいまして、来られる予定だった皆さんと、配信見てくださる予定だった皆さんと、そして本当遠方から来られる予定だった平日にもかかわらず遠方から来られる予定だった皆さんに本当に申し訳ないんですけど、お詫びの際、神々お詫びの配信させていただきたいと思います。
本当に遠くから来られる予定だった関西とかさ、来られる予定だった方、ホテルとか東京とかから来られる方もホテル取ってたり飛行機取ってたり新幹線取ってたと思うんですけど、本当にごめんなさい。私も結膜炎になった時は福岡で仕事合間に眼科に行かせてもらって、その時にもう治ると思ってたので、予定通り北海道に帰省してたんですけど、ちょっとなんかどんどん腫れがすごくなってて、こんなことになってしまいましたごめんなさい、本当に。あ、レンズで部屋が反射してる。ちょっと今ね、全然それは大丈夫なんですけど、外すとちょっとね見苦しいか。あ、でも意外と分かんないですかね。分かるか。結構これショールームで光があれしてるから意外と鏡で見るよりだいぶ分かりにくい。超滑らか設定にしてます。なんか滑らかとかくっきりとかフィルターがあるんですけど、超滑らかにしてるからあんまり分かりにくいかな。ただちょっと涙が止まらなくて、ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。これね痛い、まばたきするとねちょっと痛いというか、こう目の玉を動かすと頭が痛いっていうか、そんな感じで。でもそんな痛みはなくて、痛いよりね涙が止まんないのと目やにが止まんないのすごい汚いんですけど目やにが止まらなくて、よく私1年に 2,3 回結膜炎になるんですけど、アレルギー持ちなので目やには寝る時しか出ないんですけど、今回はもう一日中目やにが出るっていう感じです。はい、みんなすごい疑問がたくさん眼科もしっかり行きまして、目薬ももらって、なんか最初に福岡で見てもらった時はアレルギー性結膜炎ですねって言われて、私も良くなるので、あ、やっぱりそうですかっていう感じで目薬もらって刺してたんですけど、それ刺して結構悪化してて、目薬負けしてるのかなと思ってまた病院に行ったんですけど、そしたら目薬、ステロイドの目薬が一切効いてなくて、僕が見た中で今年一番重い患者ですって言われまして、なんて言うんですか、院外処方っていうんですか、結構強い目薬に変えてもらって、今その目薬を1日2回してるんですね。そうだからちゃんと眼科に行ってるので安心してください。でもその院外処方でもらった強いお薬がすっごい痛くて、目薬刺すと本当になんかしみるとかっていうより目をさ針でチク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 って刺されてる感じがするんですよ。ちょっとすいません。そうそうそう、最初は両目だったんですけど、左目の方が重たくて、左目が特に腫れてます。治るとよね、私もね治るとね思ってるというか、治らないわけないんですけど、
でも本当にこの顔がやばすぎて、こっちのちょっと顔も腫れてて、なんか本当に元の顔に戻るかなって一生治らないって不安にならんのみんなの方がヒロの指心配してるって、そんなこと言われたらヒロナもちょっとそう思ってきちゃうんですけど、治ると思います。眼帯してっていう風には言われなかったですね。ただ日常生活はサングラスとかしてくださいって言われました。はい、私もこんな腫れると思ってなくて、こんな重症だとも思ってなかったので、ちょっと無理して、でもソロ公演だったので本当に、あ、鼻がちょっと無理して、でも私のためにみんな来てくれるから、ソロ公演だからステージ出れたらいいなと思ったんですけど、本当に無理でした、ごめんなさいもう悔しいですけどごめんなさい。花粉もあるよね。花粉はないですなんかみんなすごい花粉だよ花粉だよって言ってるけど、花粉じゃなくて、私は花粉でこの結膜炎にはならなくて、私花粉アレルギーとかでもないんです、花粉症とかでもないんですけど、基本的にダニとハウスダストと犬、動物、猫がダメなんですけど、まあ動物には触れ合ってないので、ハウスダストかダニかなと思ったんですけど、病院の先生に聞いたらダニとハウスダストよりもメイク用品の方が可能性が高いって言われて、ちょっとダメな成分が入ってたのかもしれないって言われて、何日か前に、目が痒くなる何日か前に撮影で3回ぐらいメイクを変えて撮影したんですね、全部落として変えながら、それがちょっとその時に目がゴロゴロしてたので、それもあるのかなと思ってます。なので私が北海道に帰って犬と遊んでたからじゃないとかコメントがちらほらあるんですけど、一切そんなことはなくて、もう北海道に帰る何日も前からモバイルメールでは目が赤い痒いっていう話はしてたので、そこは私が遊んでたわけじゃないので勘違いしないでください。本当にそうなんです。はい、そうそう、帰る前からだったんですよ。悪化しちゃいましたね。まあその雑誌によっては、普段は自分でメイクするんですけど、ちょっとメイクさん任せな時もあるので、そういうこともあるんですね。はい、でもその雑誌の撮影がかっこいい、いい感じに撮ってもらえたんですよ。メイクもヘアアレンジもメイクさんがすごく上手で、すごいいい感じに撮影できたので、詳細決まったら言いますねオフショットもめっちゃ撮った、漏れました、その撮影。はい、だから楽しみにしててくださいはい代償が大きすぎるやろ。確かに、でも本当に可愛くメイクしてもらえて満足でした。こんなに劇場公演休んだの1年前、あれれれれ、1年、読めない、どこだ、あ、読めなかった、コメントが、あ、今メール届きましたかね。ただ私ちょっと最近本当に体調崩すことが多すぎて、コロナになったのもそうだし、
その後もだしね。ちょっと一瞬鼻水かみたいんですけど一瞬ショールーム切ってもいいですか。鼻水っていうか、なんか鼻が結膜炎になってから鼻が、ね、ムズムズするんですよ。これ一瞬切ってもう一回再開しても元の画面に戻りますよね、多分ランキングとかも。そうですよね、一瞬切ってすぐ始めるので待っててください。すいません、ちょっとまたね、後で。